はい、こんにちは。今日のタイトルは、三橋隆明先生著、日本経済失敗の本質、グローバル帝国主義、失敗に学ばない日本人、総力戦、経済力に裏打ちされた、経戦能力が全ての時代、というタイトルでお話したいと思ってます。えー、今日は午後から、矢野義明陸将補の講演会に行って、その後に、えー、チャンネル桜の方の講演会で、林千勝さんとか、ジェイソン・モーガン先生とかのお話を聞いてくる予定です。 で、明日からまあゴールデンウィークになりますけれども、今回その地元に帰るにあたって、今まで電波なかったんですけど、地元の方でも電波があるようになったので、えっと、お正月と違って、休みの間も動画とか作りたいなと思っているような感じでございます。で、今日のこの三橋先生の日本経済失敗の本質っていう本で、あの、 日本の戦争の失敗について書かれていてそれと同じような失敗をまた、えー、現在やってるんじゃないかというふうな文脈で書かれてるんですねでそういう歴史を振り返るっていう視点は藤井聡先生のこの間の「えっと、植民地日本」という本でもそうでしたし、えー、他の本でもいろいろそんなことを僕は、えー、今ちょうど読んでいる最中でこのロスチャイルドの でのので読むのの時間がかかるんでですねちょっとまだ読み切れてないんですがこの内容も今日か明日には動画にできるかなと思ってますで今までその戦争のことについて書かれているこのユダヤの対日暴力と石油争奪世界戦という本の紹介をしていました特にこのユダヤの対日暴力の本は今回の内容ともかぶりますしこのロスチャイルドの方ともかぶるのであの前上げてた動画を 動画をもう一回上げ直しているので、4月23日付で上げ直しているので、そっちも合わせて見ていただけたら嬉しいなと思っています。で、えっと、今日はこの日本経済失敗の本質の内容の一部分だけ紹介するんですけれども、歴史を振り返るというところで言うと、あの、 1867年に大政奉還と王政復興があって、明治元年というのは1868年でしたと。そこからたった30年ぐらいで日露戦争に至ってるんですね。だからもうあたかもこの戦争をするために明治維新がされたかのような流れになっていると。で、えっ、ー、と、その前後で日本に海外の銀行ができているということも明治維新という名の戦争、友美地秀と博士の本でも書かれています。で、世界的な流れで言うと、 ナポレオン戦争というのが1814年から15年にあって、ここで、えー、ロスチャイルド家っていうのは、あの、相当儲けてですね、力を持つようになったと。で、1825年の世界恐慌でイングランド銀行を手中に収め、1913年にアメリカ連邦準備制度を作ったと。 で、1914年から1918年の第一次世界大戦も設けて、その間にあったえロシア革命、1917年をユダヤのお金でもってロシア革命というのを起こしたということですね。で、1941年から1945年が第二次世界大戦でした。こういう歴史感覚、歴史の流れになっています。で、林千勝さんとかはいつも世界は一つマネー主義ということを言っていて、 まあ、ジ藤ツオさんとかも、まあ、米ソ冷戦はプロレスだったって言ってますし、丸谷はじめさんとかも、米中対立は、まあ、ある種のプロレスで、米中は結託して日本を封じ込めてきたっていうふうにおっしゃる方々もいますってことですね。で、このウクライナ戦争っていうのも、ドイツを封じ込め、日本を封じ込めるような形でやられているっていうことも言われたりしています。ということで、まあ、戦争は金のために起こされている。 ウクライナも代理戦争をさせられているというその視点から立つと日本が日清日露戦争をやり第一次世界大戦にも若干参戦し第二次世界大戦を戦ってっていうこの流れはアジア黄色人種の独立っていうことを成し遂げたようにも見えるけども実はウクライナ代理戦争と同じように、えー、大規模な戦争に巻き込まれていって、えー、そこで 不債も抱えさせ,らさせられて、日露戦争のためにジェイコブシフから借りたお金は1986年まで返し続けていました。そういう、まあ、あの、大きな流れも見て取れるかなというふうに思いますということです。で、えっと、三橋先生のこの本のところになるんですけれども、まずこの帝国主義っていうことの説明をしてくれてるんですね。で、同方意識を共有しているのが国民国家っていう概念になると思うんですが、帝国主義は多言語、 えー、他宗教、他民族が混ざり合ってできていると。それを束ねるためには、強制力が必要で、えー、軍事力が、まあ、暴力がその強制力になったり、国際条約も利用されると。で、帝国とは異なる、えー、国民国家という共同体で暮らす人々を優れた普遍性により支配するという概念であったと。 で、必然的に拡張的となる。拡張することで普遍性の正当性を図ろうとする。結果的にほとんどの帝国の人民は国外で兵士として戦うことを強いられる。帝国は一見何らかの普遍性に基づき人間を統治し、各人の幸福を追求するように見える。もっとも実際には特定の誰かの利益追求のための統治形態であることが多い。特定の誰かの利益追求を隠蔽するために普遍性という、まあ、言葉が利用されるということですね。で、帝国主義時代の大英帝国、まあ、えー、連合王国、 イギリスという国民国家が創主国としてアジア・アフリカの植民地を支配したということです。で、現代の EU ・欧州連合もまた間違いなく帝国だと。EU 加盟国の国民はブリュッセルの EU 官僚たちが決めた法律に国内法を合わせなければならないのであるさらには財政政策も EU の指針に従うことを強いられ。EU ECB 加盟国に至っては金融政策を 欧州中央銀行に移情している加盟によって各国の国民が主権を制限されている以上 EU は立派な帝国だと君主として君臨する何かは言うなればグローバリズムという思想になるだろうかとかつてのロシア帝国大英帝国そして現代の EU に共通しているのは支配領域を次第に拡大していくという点だ 帝国は基本的に拡張主義なのでであるとということですねで大日本帝国もこの帝国に該当すると三橋先生はおっしゃっています。でただし、えー、他の帝国よりは良心的だったということで、えー、領土化した地域の住民に教育を与えインフラを整備したりもしているということですね。でえっと日本はこの状況において 現在、ロシア、中華、アメリカという世界第三帝国に囲まれた地域に存在していると。日本が大帝国に囲まれているという認識は、少なくとも戦前の日本人は持っていたというふうに言われています。で、日本の軍隊の問題点というのは、失敗に学ばないということが言われているんですね。僕も、その、えっと、ウォーギュルトインフォメーションプログラムみたいな感じで、日本が一方的に悪かったみたいな教育を受けて、そういう、まあ、考えが、 小さい頃は染みついてたんですが最近はこの、まあ、真珠湾攻撃を密約によってさせられてそれによって日本がさらに泥沼に入っていって敗戦を迎えたみたいなそういう、まあ、田中秀道先生の、えー、書かれている OSS の本とかですね 林先生の本とかを読んだりして日本が一方的に悪かったっていうことはないんだろうと逆にまあ日本は戦争に追い込まれていったっていうふうに理解はするようになりましたしかしだからといってあまりにもひどいあの負け方あ惨めな負け方をした軍部もやっぱり悪い面があってそこのところはあの正しく反省すべきだっていう視点は正しいと思うんですね例えばこう政界権が失われた以上もう平坦は崩壊することは初めから明らかにあったにもかかわらずその後も えー、ガダルカナルの戦いをしてですね、えー、日露戦争以来の、まあ、無意味なこう負傷者をいっぱい出したりしたっていうことなんですね。 でここが一番の問題で、大日本帝国の陸軍は銃剣白兵戦術に、海軍は艦隊決戦にこだわり続けた。この奇妙な特徴を持っていたと。目的や結果ではなく、プロセスや手法を重視する傾向が強かった。これは現在の日本国政府の官僚主義、特に財務省も同じである。結果とは無関係に汗をかくことが評価される。その上、帝国陸海軍は、各戦うべきというリベラリズム的な、べき論が軍の 特に上層部を支配し臨機応変なな作戦立案ができないこれも薩長連合の人たちがあの、まあ、大して賢くなかったんでしょうね臨機応変な、えー、作戦立案ができない戦争ほどリアリズムが要求される政府の事業は存在しないにもかかわらずべき論が先に立つ。 のでは戦いいに勝てないしかも当時の敵国は世界最強の経済力、軍事力を誇るアメリカ合衆国だったと。戦争の目的はそもそも何なのだろうか。敵軍を打ち破ること、戦争という競技で見れば確かにそうかもしれないが、究極的にはあらゆる政府の事業の目的は戦争を含め国民を豊かに安全に暮らせるようにすることだ、すなわち形成催眠であると。まあ、そのことが分かってなくて、まあ、戦争を自ち目的化していったって感じだと思うんですよね。で、<laughs> えー、帝国陸軍の歴史を振り返ると常に同じ戦い方をしていると。えー、本来西太平洋の制海権を維持するのであれば虎の子の艦隊を喪失した先の未来を恐れなければならないはずだ。ところが現実には数度の艦隊決戦で制海権を失い、結果的に陸軍の兵隊が崩壊したと。さらに帝国陸軍は結果ではなく努力。 家庭を重んじるという妙な風習があったしかも、ロジックではなく人間関係を重視したのであるということで、失敗しても全然左遷されなかったっていう、そういう状態だったから、同じようにこう悪い体制が続いていた。で、この中で一部言われているのは、日本語で正しい指示を出してなかったってことがいろいろ言われるんですね。コミュニケーション不全、特に目的が政策正確に共有されていない、言語が抽象的になり、現実の認識が困難になる、銃剣白変 白兵戦術、艦隊決戦といった特定の戦術が主義、イズムと化し、健康されない。敗北あるいは失敗、間違いを分析し、フィードバックする機能がない。論理よりも情報よりも人間関係が重んじられる。えー、失敗した責任者が責任を取らされない。これも,もう 非常に問題ですよね。まあ、こういうことだったっていうことですね。で、まあ、経戦能力というところで言うと、この、総力戦という時代になったがゆえに、総力戦ということは、経済力がものを言う時代だったっていうことなんですよね。だから、戦う前から日本の3つの、えー、シンクタンクが出した結果は、明らかに中長期的に戦線は維持できないというふうな、えー、結果を分析していて、まあ、実にその通りだったっていうことなんですね。じゃあ、その時に、どれぐらいの、あの、 GDP の差があったかっていうところなんですけど日本に対してアメリカは5倍から6倍ぐらいの GDP の大きさがありましたとでソ連とイギリスはほとんど同じで日本の1.5倍ぐらいですねソ連はでドイツはイギリスよりもソ連よりも当時は大きかったっていうことですよでイタリアはまあ日本より小さいそういう規模感だからアメリカの5分の1の日本がアメリカにとか イギリス含めてて戦いいい続けられるこことととはは無理っていうことは分かっていたとだからあ最初から負ける戦いをさせられたとでもそれは OSS 日本計画の田中井手道先生の本によると密約によって国体護持っていうことを守られるだから、えー、やもなく真珠湾攻撃もさせられたっていう見方をされていると僕はそこはちょっと必ずしもわからないんですがいずれにしても無意味な真珠湾攻撃をさせられたっていうことはこの えー、日本経済失敗の本質でも三橋先生も指摘しているところです。一旦今日はここまでにしてまた夜にでもこっちのロスチャイルドの方とかの紹介できたらと思っていますありがとうございます。